はい、レオンです。今回はヴァンガードで遊んでみたいと思います。今回はこの沼初プレイでやってみたいと思います。ブリッツ10対10パトロールですね。最初からだったらいいんですけどね。あ、最初からだ。今回は松井10の MP40 のクラスで暴れてみたいと思います。狭いマップですかね、ここパトロール。出撃し目標を確保しろ。沼沼このマップもなんか楽しみにしてたんで。どうなってる？ワールド2のなんかあのマップに似てます。名前忘れたんだけど。あ、びっくりした。そんな広くはないのか。敵がパトロールゾーンを奪った。なんか変わったマップですね、ここ。パトロールゾーンを防衛しろ。味方のケアなんか変わった作りのマップになってますね。これ手榴弾なんかバンバン飛ぶんじゃない？ダブルキル。新たな位置情報を報告可能。インテル。よし、滑空だ。滑空はね、滑空はね、よし、決まったぜ。あー、やられた。ケアパケいくか。ゴリアテも出せる。ってよ、ここにケアパケだな。ケアパッケージが到着した。これワールド2のあのマップに似てるな。なんか狭い、あれは狭かったけど、あれを広くした感じですね。名前ちょっと忘れたんだけど。パトロールゾーンを確保した。おお。何？あ、軍用剣だ。番犬。番犬。レッツゴー。心強い番犬がやってくる。やったぜ。よし、決まった。番犬。奴らがパトロールゾーンを抑えた。味方の滑空爆弾が来るぞ。味方のケアパッケージが到着した。パトロールゾーンは番犬まだ頑張ってる。番犬を呼び出す。番犬よ。パトロールゾーンは我々のものだ。奴らがパトロールゾーンを抑えた。番犬まだ頑張ってんのかな。このマップ面白いな。あ、番犬いるわ。あ、面白いな、このマップ。なかなかいいっすよ。なんか変わった作りのマップ。ここ。バトルゾーンで衝突が起きた。ゴリアテ、行ってみます。敵の機銃装車が接近。なんだ、機銃装車？あ、見たな。あ、いるいる。よし、トリプルキル。ゴリアってめっちゃ強いぞ。奴らがパトロールゾーンを抑えた。難しいな、このゲーム。動きが早いから。軍用剣も、あの、番犬も死んだのかな。
ぱスモークがちょっとね、18キルかまだ。これ投げようか、適当グレーで。いっぱいいるな。で、やったぜ。ゴリアテ今出したら最高なんだけどな。21キロ。インテル。インテルで、優位に戦況を。爆撃機と滑空爆弾。後ろいるよ、後ろ。やったぜ、ゴリアテ。ここもゴリアテ強いな。位置情報は以上だ。左にいる、左に。バッチリよ。あ、リーサルないのか。インテル。よし、キャパケ、あっち。滑空だ。よっしゃ、これ滑空決まるんだよ、ここ。よっしゃ、決まったで。敵の偵察機が広い。奥に注意しろ。敵が滑空爆弾を投下した。敵がパトロールゾーンを奪った。味方の滑空爆弾が向かっている。味方のケアパッケージが到着した。頭切れ。よし、キャパケ回すか。お、大丈夫かな。味方の空中投下が向かっている。敵のケアパッケージが。これ隠れてた方がいいな。あー、びっくりした。さっきもここに出したんだったから。よしよし、なんか超強力なの。何これ、あ、カウンターデスク。もっといいのが、ちょっとこれ面白いわ。ここゴリアテいける。よっしゃ、これはね、どこがいいかな。上行ってみるか。あ、ここじゃねえな、失敗したな。下だね、この中っすね。いける、これ。あれ、敵の滑空爆弾が近づいている。あ、ダメだった。ここ俺合ってるな、このマップ。30キル、あわりか。自分を褒めてやれ、戻ってこい。俺も入ってるんじゃないかな、 MVP。 チーム MVP これじゃない、8億か。沼沼、このマップ面白いね。チーム MVP、 あ、俺じゃない、あれだ、そうだ、最多マルチキル入ってる。自分に投票するよ、俺。あ、多分ダメだな。15マルチキルやってんだけどね、俺。あ、1票増えたけど。あ、3。あ、さっきでもチーム MVP になったんですよ。お、22上がった。上級総長レベル22、レベル13。
レベル14。レベル15まで上がらないかな。あ、レベル14。あ、やったぜ。オペレーター、これ。自力本願。あ、そっか、こっちに。スキンが変わったんだね。あ、これ、何？カスタマイズからちょっと見てみるか。迷彩解除してるんだね。マルチキルを5回達成。あ、これもか。ヘッドショットを10回達成。アタッチメントを、ね、解除したんだ、これ。マガジンが増えたな。やったぜ。9mm24 ラウンドファストマグ。あ、でも減るんだ。リロード速度がアップするんだ。ちょ、入れとくか。弾速タイプが FMJ 弾。フルメタルジャケットによって銃弾の貫通力が大幅に向上。よっしゃ。今回この松井のこの MP40 のクラスにこのキルストリック構成で、今回番犬ケアパックから番犬出ましたね。2回目ですね。でこの沼沼初プレイでパトロールで遊んでみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。